ポケモン GO を開発したナイアンティックはカプコンの人気ゲームモンスターハンターを現実世界で体験できるスマートフォン用の新作ゲームを9月に全世界で配信すると発表しました。モンスターハンターナウでは現実の映像にバーチャルの情報を重ね合わせる AR 拡張現実を使います。位置情報を活用し通勤・通学路やコンビニ・公園などが映る画面に登場するモンスターと戦って遊びます。アプリを開いていなくてもバックグラウンドで自動的にゲームが進む機能を開発し、その場でプレイしなくても外ですれ違ったモンスターと自宅などに着いてから戦えるようにしました。全世界での配信は9月を予定していて、ナイアンティックとカプコンは開発に4年をかけたということです。